あ、そうなの？そば祭りもやってるし、11月だっけ？もう一体目がいきなりあれなんだよね、騙される、そこに、そですね、一体目がそこにもういる、そうだよね、スルーしちゃうよね。でも最初のビシャモンがね、そう、あそこがね、そうなんだ、うん、あれさえ、ね、あれさえ見ればちょっと長台探せる。でも俺は好きよ、この雰囲気、やっぱりあんな、すごいよね、それだってだいぶ古いよね。川が若干凍ってる、表面が雪が乗っかってやる、少し凍る、ね、この杉がすごいよね、大杉がね。でも掃除してるよね、これね。まあ、うん、してると思う。落ち、普通落ちてんじゃん。あ、この電池も一応杉風に、これ、これ。皆さん休みながら行きましょう。深いっす。そこにも鳥居があったんだな。神社の名前が違う。秋元？秋葉？秋葉？秋葉？ご注意くださいって書いてある。うん。できた。いいな。大丈夫？うん、ちょっと少し休みましょう。
これが袋だ。あ、そう、踏んでる。あ、本当だ。踏んでるんだ。上に乗っかってんだ。なるほど。この中に何が入ってんだ。希望と夢。あ、そういうことだ。感じ可愛い。ちょっとね。あそこが。まだやってる。あ、やってないんか。あれ？あ、閉まってる。うん。え、こんなんできたんだっけ？あ、これでできたんすよ。あ、かわいい。いやね、これがたまりません。ここから階段だよね。階段ゾーンだよね。イビス様、あ、凍ってる。あ、こっち凍った。おぉ、修行しなくていい。すごい、暑い風が戻ってでかいのがあるんですけど。うんうん。すごい。凍ってる最中だね。溶けてるからちょろちょろする。これ夜また凍るから。あれがどんどん長くなって下まで。でもすごい。初めて見た。こっちも凍ってるの。あ、下の氷もね、ベルトか。うん、綺麗。
滝壺になってる氷の中が。本当だ。すごいこう氷が白い。ね。すごいでかいです。変なところに神社作ってたもんね。覚えてない。そうそうそう、今数えようと思って頭が動かない。ああ本当になんか綺麗になってる。ああすごい総流門。すごいんだよねこのこのね、榛名神社のこれ彫刻がすごいんだよね。あ、そうなんだ。長年入ってる。ああ。この竜だよ。そうだよ。そうだね、今日は竜。活動したからね。で、毎回いるのか。いや、いつも竜さん。あ、いつも竜だ。いつも。あ、そうなんだ。総竜門だからね。そうですね。そう。あれ、これ柱に竜が巻きついてるんだっけ？本尊の、本堂の。ああ、入りましたね。あ、楽しみだな。
そう。乗っかってるし。どうなってんの？あ、そんな。めっちゃダメや。最初乗っかったの。いや本当にだからそのまま。そうだね、昔はね。昔は今ですよ、今。ああ、そうですか。すごいよね。きっちり。でも、どうやってって感じですよ、うん。あれが降ってきてどうなのか。そうだよね、分かんないよね。削られて分離した。これ今度もここにね、張り付いて。温度があるから、そうですね、温度が、うん、ここ結構すごいな。あ、じゃあ今これ直してるけど、うん、見られるとすごい、ここがいいよ。どうの匂い？行きました、来日。あ、出ました。あ、キチン。あ、で回すんですよ。どう回すの？ペットに入れて。あ、自分の、え、今の糸？自分の糸？自分の糸です。自分の糸？自分の糸に入れて。よくない？あれ？でもなんか並びが面白いんですよ。あ、そういうことか。なんか痛いよ。あ、痛い。